いや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 、すげえのが届きましたよ。よいしょ、見ての通りクソでけえ荷物が家に届いたんですけど、こちら送り主が株式会社セガ様なので、まあこれ爆弾でしょうね。なんかお前舐めた実況してくれてるらしいなとそういう風に思われてても不思議じゃないので、ちょっと警戒してるんですけど、まあ開封させてもらおうかな。まあなんか実際は非売品のグッズを送ってくださったって話なんだけど、でもこんなにでけえ必要ないからね。それでこんなにでかいと思ってなかったから、もう端っこ映ってないもんね。これはちょっと俺まだ警戒解いてないよ。もしこれが本当に爆弾だった場合は、この動画を見てるあなたが告発してください。牛沢がセガに爆破されたと。よし、うわ、あ、すげえ、すげえ、マジで同じサイズの箱なんだ。すげえ、同じサイズの龍が如く維新の、維新極みか、維新極みの箱が出てきましたね。まあなんかこれ、俺あんまりよくわかんないんだけど、いわゆるインフルエンサーキットって呼ばれるものらしくて、よいしょ、まあ別にいわゆる案件、お仕事とかじゃないんだけど、なんだろうな、まあ全然強制じゃないけどプレゼント差し上げるから紹介してねっていう、まあそういうプロモーションなのかな。発売したてだもんね、維新極み発売中なのね。それで俺みたいなもんにもこうやって送ってくれたんだけど、え、これちょっともう どうやって開けよう。こうかな。なんかもういろいろ入ってる。うわー、焦げ、うわー、もうすげえ、これまずこれ目につくな。こんなん入ってますよ。これ新選組のやつだね。うわー、まあ新選組の大服、羽織、作中に出てくるものだね、この浅葱色の。なんでこんな爽やかな色にしたんだろうな、新選組って。チンピラ集団のくせに。うわー、いい、袖ちぎりてー。ダメかな、ちぎっちゃ。あー、でもダメか、3番隊だもんな。ちゃんと3って書いてあるから、これはもう桐生さんこと坂本龍馬こと斎藤はじめの、そう、斎藤はじめの大服なので。え、でもこれ斎藤サイズにしてはちっちゃくない？まあそれはあんま深く考えるもんでもないのか、レプリカだもんね。いいです。いや、長倉袖ちぎりバージョンも作ってほしいな。2番隊だよな、長倉2番隊の袖ちぎり大服、ぜひグッズ化していただきたい。まあこういう龍が如く維新極みに関するあれなのかな、非売品グッズなのかな。非売品なのもったいないと思うけどね、こんなの。いや、すげえいいのあるよ。いや、だってこれとか、ほら、これもあれでしょ、斎藤隊長の持ち物でしょ。いや、そうだよな、龍が如く維新といえば刀と銃を組み合わせて戦うっていうシステム。これ実弾入るかな。あ、このリボルバー部分が開いたりとかはしないね。しないけども、あ、でもこんな細長い感じだったんだな、斎藤隊長が使ってた銃。いやー、これかっこいいよ、かっこいい。これすげえな。いやー、ほんでこちらもありますよ。これも斎藤隊長の刀なのかな、作中で使ってたものと同じ。まあなんだっけ、刀の名前覚えてないけどまあ史実でも斎藤はじめが使ってたのと同じ刀に似せた感じなのかな。いやー、すごっ。もちろんこれ重たいな。もちろんこれね、当たり前だけど真剣じゃないんですけど、模造刀だね。かっこいい。あー、もうこれあれだな、斎藤隊長なりきりセットってことだな。斎藤って言ったらいいのか、龍馬って言ったらいいのか。作中のね、ああ、大服着て銃と刀持って片手にこう持って戦ってたもんね。いやー、なんかもう懐かしいな。そう遠くないんだけど、維新やったの。でもこれ本当に出来が細かいよね、刀身の輝き方といい、なんか日本刀のことは分からんけども、なんかこの絵のさ、
ここの木で止めてる、もうこれをなんて呼ぶのかも知らんけど知識がなさすぎて、まあしっかり作ってるのを感じるな、かっこいいなこれ。ってかドラゴンおる。いやこれちょっと見えないかもな、この金具のこの辺、もうこの金具の名称もわからんけど、ここに竜いる、竜が掘られている。うわーもうすごい、竜大事にしてるじゃない幕末なのに。桐生一馬とは無関係なのに、いいなー。こっちにも竜いねえかな竜いないか、さすがに。まあ羽織と銃のレプリカと模造刀と、あとは維新極みのソフトも、まあ、パッケージは入れてくださってますね。まあ維新な、俺の場合は龍が如く維新をやったのが割と最近なので、リメイク版の極みこれをやるのは少し先のことになると思うんですけど、やっぱりもうちょっと記憶が薄くなってから遊びたいもんね、その方が楽しいから。でも維新面白かったよな。龍が如くってまあ特に人気なのがゼロ、龍が如くゼロという作品で、まあ、最新作のセブンもそれに匹敵する人気なのかなっていう感じだけど、それらに匹敵するもん、維新は。維新本当に面白かった。まあ、スピンオフ、時代劇スピンオフなので、竜シリーズのファンの人でも、もしかしたらやってない人中にはいるかもしれないけど、本当にゼロやセブンに匹敵するほど面白かったと思ってるので、まだやってない人は、せっかくリメイク版出たからね、なんかお仕事っぽくなっちゃうな。リメイク版でやるのもいいんじゃないでしょうか。俺はしばらくやんないけどね、少し寝かせてからやることになっちゃうかな。はい、じゃあ最新作のソフトと斎藤隊長なりきりセットいただいてしまいました。ありがとうございます。てか前にもロストジャッジメントのこういうインフルエンサーキットみたいなのいただいたことがあって、その時はツイッターでご紹介させていただいたんだけど、いやロストジャッジメントもやってないからな、まだ。もちろんそう遠くないうちにやろうと思ってるけど、ロストジャッジメントもまだやってないし、維新極みもしばらくやんないって言ってるし、なんか本当に申し訳ないですねすいません本当に。爆弾送りつけられても文句言えないもん。いやでもこの動画、まあ実写動画が珍しいので、別に龍の実況見てない人も見てるかもしれないけど、本当にいいですよ龍が如くは。いただいたから言うわけじゃなくてね、長いことやってきてるし、まあ怖い作品だと思ってたみたいなこと言う方が結構多いんですけど、でもまあそういう一面もないことはないけど、怖さよりも熱さであったり切なさであったり、あとお茶目な一面も多い作品なので、あんまりそういう印象じゃないと思いますよ。動くなひなっち。まあ俺は本当に勝手に実況してるだけの人間なので、なんだろう、そんなでけえこと言っちゃいけないと思うんだけど、でもなんだろう、実況を通して龍のファンが少しでも増えてくれたらいいなと勝手に思ってますので、これからも応援してます。ありがとうございました。